ブレイチンコード開催します。我こそはすげえチンコ持ってるぞっていうやつらを集めて、チンコうどんの大会を開催したいと思います。今回そのオーディション、ちょっと楽しみですね。それではブレイチンコうどん開催です。さあというわけで、はい、まあ、今回ブレイチンコうどんでね、まあ、息のいいやつらちょっと集めたので、はい、まあ、ちょっと呼び込みたいと思います。はい、お願いします。どういう感じ、あれあれあれちょっとんでもない入ってくる小袋の人ですか。小袋の人じゃない小袋の人じゃない。いやちょっとね、一人ずつじゃあ自己紹介の方をお願いしたいんですけれども、はい、じゃあどうしようかな。じゃあそちら奥のからから、長澤本マグロだよ。あのな、俺はここまでチンコ一本でやってきてんだよ。チンコ、あ、チンコ一本、ああ誰にも負ける気はしねえよ。俺のチンコ見たら全員笑うよ。誰でもいいからやらせてくれよ。え、もうちょっとだったんですね。もうちょっとだって欲しかったですね。欲しかった。あ、皆さん、ちょっと気合入ってた。横の方、じゃあ金髪の方ですかね。エイジです。ホストやってます。ホストの中で一番なんかチンコ動画出した時一番出てます。出てます。かっこいい面白いチンポ、ぜひご覧ください。普通のインポッシブルエイジでやってほしいですけどね。変なキャラホストとかちょっとややこしいですね。インポッシブルです。自信ある？自信あります。あ、本当ですか。俺のチンコが一番面白いです。まあ、なるほど。じゃあちょっとこの方ちょっと後を見せてください。じゃあ後ろの俺、はい、はい、グレープカンパニーカカロニスガイ。ちょっとロングエピソードトークしていい？ロングエピソードトークあるんですか？そのチンコにまつわるやつですか？それ、ブラジルに行った時、同じ宿の8カ国のやつと仲良くなろうと思って おちんちんワールドカップやったんだ。あ、サッカー好きっすか？ああ、はいはいはい、どの国のちんちんが一番でけえんだっつって。ああ、確かに盛り上がりそうですね。決勝、俺対コートジボワール。ブラジルとは違うんだ。ちなみにその周りの国はどういう国だ？フランス、おブラジル、おアメリカ、おウルグアイ、おとか。そこ下して。ブラジル結果は決勝勝者俺。コートジボワールのやつが頭抱えてる横で俺が We Are the Champion だった時死ぬほど受けた。すごいな、もうワールドクラス。なるほど、すごいですね。こんなロングでもなくちょうどいい尺でしたね。まあまあまあ、あの、他事務所なんで礼儀っつう。いや、いや、気にしないでもね、やっちゃう方で。はい、そこの横の方、ちょっと気持ちを気に入らない。俺、ニヤニヤしたらってるんですけど。勝山です。勝山、お願いします、うん、俺のチンコ、めっちゃおもろいんで早くみんなに見せたいっすね。そんなにマジおもろいっす。あ、本当ですか。はい、そうなんだ。お願いします。ミドルエピソードトークみたいなのありますか？ミドル？チンコ、チンコのミドルエピソードトーク。あー、俺のチンゲがストレートすぎて寝癖つきまくり。チンゲ、どういうことだろう。寝癖がつく。寝癖つきまくり。いや、普通ね、くるくるなるって言うんですね。まあ、そうですね。寝癖がついてるはずなんですけど、早く見したい、みんなに。ちょっとみんな今のでちょっと頭の中でどんなのかなっていうところですからね。もうちょっとね、そこの横の方お願いします。吉本5年目うさぎわさび大島。正直悲しいです。悲しい、悲しいっていう。いや、この間のルミネ座吉本で
前説やらせてもらって、はいはいはい、で初めてチョコプラさんとお会いして、あ、はいはいはい、ご挨拶させてもらって、うんうんうん、で僕ら前説出てて戻ったらスタッフさんからチョコプラがモニターで見てくれてたよと、うんうん、あ、嬉しいな、うん、チョコプラさんが見てくれてたんだ僕らの、うん、頑張んなきゃなと思って、うん、でその日の夜に、はい、この企画のオファーが来て、うん、あんたらが見てたの前説じゃなくてチンコだったいや悲しいよ。いや、そういうことじゃないです。まあでもまあ自信はある。自信はある。はい、面白いと、うんうん、すごいですね、うん、でちょっと前の、まあ、見たことある文豪なんですけど、キュン久しぶりあれ知ってる、知り合い、うん、でもね、ここに出てくるような人間じゃないよあ、どうも、どういう人間？バン・ヒルカワです。バン・ヒルカワ。いや、今日はね、その、はい、シュンとの過去の遺恨を生産してきました、あるあー、もうちょっと、もう決まっちゃったか。え、あ、決まっちゃったの、うん、あ、そっか、うん、まあまあまあ、お前それじゃちょっとストーリーが変わっちゃうかもしれないけど完コピしなくていいのあの時のやつ。そうだ、だからまあ俺はあれだから、うん、他誰かやりたい人いたらやってくれると思いますし、うん、そうだ、なるほどね、今ね、うん、ここ全部バーッと見渡させてもらったけど、うん、誰が一番鼻あるかなって思った時に中澤さん、あんた一番鼻あったよ。あんたでもいいよ。見すぎなんだよ。しっかり、しっかり入れてきてる。返せんのかな。やってやってもいいぞ。じゃあお願いします。勝手に勝手に。いや、ちょっとまだ自己紹介一人残ってるので、ちょっと申し訳ないですけど、最後の。どうも、バケモン先生です。チョコプラとはまあ10年ぐらい前に一緒に舞台やってて、そうですね、はい、でまあ最近はもう現役退いてんだけど現役退いてる、うん、でもチョコプラが1年ぐらい前から、お互いのやつ見せ合って、はい、うどん吸ってる姿見て、うん、ちょっと熱くなっちゃって、見てようかなと思って、ああなるほど、うん、できたんだけど大したことのやつばっかりな、いやー、なんだろうな、アウトサイダーが面白い。アウトサイダーが面白い。ちょっと引退したけど。え、何？名前なんていうの？バケモン先生だよ。いや、ここ R1 じゃねえんだ。R1 グランプリじゃねえんだよ。なんだよ、それ。お前なんて名前だよ。バン・ヒルカ。あんま変わんねえじゃねえか、お前。確かにそうですね、そりゃそうです、一番R1だよ、これ一番R1 やってるんだから一番R1 やってる、もったいないな、芸歴やるんだよ、天才に、まあ、バケモン先生はそう気になってる人いるんですか、なんかやりたい人、やっぱ吉本ばっかの中で唯一他事務所がいるっていうのが気になってて、そこまで噂が回ってって大したもんだなって、サイズ自慢みたいなのあったんだけど、まあでもそうですね、俺も結構まあサイズ自慢の方で笑い取ってるから、へえ、まあ、昔囲碁将棋ねだっけ、ゆったりか中村ってやつと、あ、はい、旅行行って、はいはいはい、で、まあ、酒飲んで寝てで、ここに寝てたか覚えてんだけど、うん、その太一と中村が朝起きた時に、うん、マックだなと思って寝てたのが俺のチンコだった。いや、その話よく聞きましたよ、なんか中村さんの話だったのか、あいつはなんで目覚めたかっていうと、うん、あの朝立ちで、はいはい、あいつの頭がコロ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 バッケてリクライニングみたいな、元でリクライニングみたいになってみんな起きたみたいな、こういう感じだな、あの話もありませんでしたっけ、なんかどこかみんなでなんか川かなんか遊びに行って川渡れねえなってなってて、どうしようと思って牧本先生のチンコを走りそうだなっていうあれ有名な話ですよね、これとまさな、うん、そうですね、その後からやっぱ結構僕らの芸歴で、いや、そうで、中田さん聞いたことありますよね、その話ね、なんか聞いたことないですよ、その話彼も、はい、チュノアリ
よく聞きましたよね。実際見たことあるんですか彼のチンコ。はいはい。彼のチンコ生ではないかな。ああ、ない。生ではない。生ではない。何で見たんですか。写真がなんだけど。さあ、どこで回ってんの。どこで回ってんの。どうですか。ちょっとねえ、そんな方やっぱ来てますけど。そう、じゃあ、じゃあどう気になってる。やっぱでも、バケモン先生のチンコの話は、本当、伝説は語り継がれてるんで、やっぱそのレジェンドと一回交えたいっていうのはありますよね。おめえ、どんなチンコしてるんだよ。すげえからな、俺のチンコ。こうご期待。あんまり皆さん向かっていかないと。おとなしいか誰かが行かないと。誰かがおとなしい方が分からないですけど。そうですね。中田さんは逆に誰とやりたいとかあるんですか。ああ、さっき言ってくれたから。ああ、彼でもいいし。ああ。じゃあちょっとやってみますね。確かにそうっすね。うん。やれんのか。うん。で、俺で、俺でいい。路上でやれんのか。ああ、いけるいける。じゃあちょっと行ってみます。そうですね。はい。はい。ここはどうします。あ、どうする。俺こっち向いてよ。俺もこっち向いてよ。あ、そう。いや、俺最初見てやるよ、前。あ、そう。うん。お前のチンコ見せてよ。じゃあ、準備ですか。いや、いつでも。あ、じゃあいつでも、はい。じゃあ、いただきます。距離もね。オッケー、そう、吹いてたね。吹いちゃった。そうですね。うん。無理でした。聞いてねえぞ、お前。そんなのありなんかよ。無理だ。そんなのありなんかよ。これはブレイチンコードだろ。いや、もうルール無用なんで。そうですね。それはもう、全然もちろん大丈夫。じゃあ次、ちょっと入れ替わって。はい。じゃあこれでもう吹き出さなかったら、もう。バンヒルさんの、そうっすね、まあ、勝ちということになりますよね。はい。じゃあ、よく見えるようにサングラス外してやるよ。これはちょっと技見せてきたな、これ力技っすね。すごい。ちょっと待って、今すごかった。え、なんであんな長いの。お前長っ。いいフック持ってんじゃん。ありがとうな。いい試合だったと思う。いい試合でしたね。うん。いや、ちょっと初戦から、はい、すごいの見ましたね、ちょっとね。から技が、ねじれてた。すっごいねじれてた。あんな、なりますかね。いや、大丈夫ですか、中田さん、あれ。大丈夫ですか。昔からやってるから。昔からやってるんですか。ああいうのありますしね。そう、あったよ、なんかねじりパン、お母さんの買ってくるいっぱい入ってるパンが。
の感じだったんですよね。ちょい山の、ちょい山のなんか。ねえ、すごかった。これちょっと最初からすごいっすね。いや、これすごかったね。はい、じゃあ次なんか修行の、そうそう、若い子の若手の、正直、おっさん同士の戯れにしか見えないですね。あー、さっきもなんか吉本のだいぶ昔の話してましたけど、届いてないんで。ああ、確かに、も世代で言うとね。ああ、なるほどね。あ、そのチンコの長さで届かないですか。あ、届いてないんだ。あ、俺言ってんの。はい。おー、止めてリーチ投げ止めてね、早く。うん、危ないから。いいよ、大丈夫です。え、やってみます。やるやる。あ、じゃあちょっと、そこやりましょうか。そうっすね、うん、芸歴的にはどれぐらいは何年目。自分5年目です。5年目で何年目ですか。あ、19年めちゃくちゃすごい。これでも、本当に倒したらジャイアントキリング。確かに伝説になってますからね。浅井さんはずっと言われてますからね。うん、そう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 、はい、いや、全然もうゲームは自信ある。時代、おい、俺のチンポだぞ、こいつは。あ、俺のチンポ、俺が誰がだよ。俺が狙ってた。なんだ、お前、止めて、おい、おい、おい、止めて、おい、おい、お前、止めて、戦えよ、おい、これと、おい、止めて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 、おい、おい、早っ。まだ収まってなかったじゃん。じゃあもう、じゃあ じゃあやりたいわけ。そう、バケモン先生、バケモン先生とやりてえよ。じゃあまずそこで勝負してみたら、そこで。確かにそうですね、うん、最初はそっち。そうで、誰がそのバケモン先生と勝負するかっていう、そこ。ああ、うん、いい、大丈夫。ああ、嫌だね。あれ、あ、嫌だねと言われて、嫌だって言われました。じゃあどうすんだよ。いや、俺がバケモン先生とやるよ。俺がやるっつってんだ。俺がやるじゃん。俺のチンポなんだよ。俺が狙ってた。俺がやるっつってんだ。俺にやらせ。俺がやるっつってんだ。やるな、やるな。ああ、止めて。いや、じゃあ、じゃあ一回そこでやってよ。うん、うん、この二人でやって、で誰がバケモン先生でやるっていう、うん、そうだね、うん、じゃあちょっとやろう。ちょっとそこの二人で見ましょうか、うん、じゃあ先攻、ここどっち。じゃあ俺、行かせてください。出してもくださいって言う。出せ。はい。うち、大島は、大島は、先行がいいです。先行。どこと噛み合わないの、この二人は。先行、うん。先行で出したい。出したい。出したい。俺も先行で出したいって言って、俺が言ったよな。え、そんな先行ったからだ、うん。俺だって出したいよ、ね。俺、俺が出すって。おい、止めてよ。俺が出すんだよ。止めてよ。俺が出す。って言っちゃうな。おい、すんだよ。まあ、じゃあもう大島から行くか。じゃあ、まあ、エイジはもう見ようよ。はい、うん、行きます。準備、はい、よし、いただきます。すっごい硬い。な、どう、先っぽどうなってる。
こんなの初めて見たかも。すごい形で、なんかこれだよ、これが吉本の新時代だよ。いけるわ、エイジ、これいけるよ、こんな新時代に黙れてたまるかよ。ああ、いただきます。すっごい被ってたね。おい、おい、言うのありかよ。俺の形状。これもびっくりしましたね。びっくりした。なんかあるはずのものがない。スボンって。なんかスボンってして。いや、でもすごい戦いだったね。すごい戦いだったの。これは。いや、大島どうだったこれ、勝ってやってみて、これ。だから、古い時代も捨てたもんじゃないな。いや、若い力のチンポって感じだったね。俺は、そう、優しい、なんか、銃のチンポというか。優しい。柔らかい、はい、うん。確かに銃のチンポ。柔らかったなぁ。いや、素晴らしい。あ、いい戦い。いや、いい戦いでした、俺は。いや、ちょっと、いや、これはさすがにエイジ負けんじゃないかなと。いや、思ったんだけど、いったね。おっしゃる、ちょっとすごかった。いや、すごかったね。ちょっと新しい時代の、ね、メキメキと伸びてきてんのかね。すごいですね。うん、すごい。まだやってないのは。ああ、お三人。どう？俺さ、うん、結局、うん、最後に一番強いやつやれんの？もちろん。はい。じゃあ、とりあえずこうやってサクッとやろう。奇遇だね。俺もめっちゃやりたかった。ああ。俺さ、19でさ、群馬から上京してきてさ、うん、群馬と東京でしかチンコ戦わせたことないんだわ。海外で戦うチンコ、めっちゃ見てみたい。おー、ご期待。最高ですけど、よいしょ、よいしょ、しゃっぽ、うわ、気持ちよすぎる。電源の控え室。